巧みにコントロールされてきた中国経済ですが、ここに来て想定以上に失速するリスクが膨らんでいるようです。今夜は中国経済の実情を検証します。ゲストをご紹介します。住友商事グローバルリサーチ経済部長の本間隆之さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。去年10月日中首脳会談の時に出演していただいたわけですよね。はい。で、その後中国へは実際いらっしゃいました。はい。11月に、駆け足で3日だけ、はい、北京に行って、はい、現地の、住友商事と、あとは、関連するスタートアップの企業をちょっと見てきました。いかがでした。そうですね、スタートアップは中国でかなり注目が集まっているようなので、そこにはやっぱり部分的ですが熱気は感じました。それ北京ですか。北京です。深圳ではなくて。深圳ではなくて北京です。はい。では北京でもそういう動きがあるということですね。そうですね。はい。うーん、まあ、活発というと、今日から春節 で、はい、まあ、華やかな、先ほどニュースにもありましたけど、はい、ムードですが、はい、普段の現地の様子というのはどういう感じなんでしょうか。そうですね、去年一番その初めに行ったのが3月で、ちょうどこの米中の問題が訴状に上った時で、その時に日本人の現地のアナリストと話したら比較的こう楽観的 で、その後に中国の研究者と話したら、もうその段階でも覇権争いだという話が出てたんですね。そのあたりでやっぱり北京のものの見方っていうのはもう全然他とはちょっと違って、北京の中国人のものの見方はちょっと違っていると。じゃあもう、はい、指揮者の方がもう半歩先、そうですね、半歩先、もうかなりこう政治のこう色合いをこう濃く認識されていたようです。でその後に上海に行ったら、これはもうまた全然別で、もう普段と変わらなくて、淡々とこう仕事をして、新しいその仕事の種をこう探しているような感じで、ここはもう南北の差というのはもう格段と、あることをちょっとその時には知りました。北京は政治、上海は経済というイメージがあるんですけれど、はい、上海にもそういうものが、はい、北京と同じような空気が流れているかと思いきや、そうではないんですね。そうでもないですね。で、まあ、私はまだ行ってないんですけど、はい、やっぱり深圳の話とか、聞くと、もうかなりこう 前のめりに行くぐらいの人たちもやっぱり今日本人の方でいらっしゃいますし、あとは場所変えて、例えば山東省とか、はい、あとは重慶、四川省とかってなってくると、今ちょうどまたもう一段成長したい、欲求があるみたいで、小政府、地方政府 の力がちょっと入っているということで、だいぶ印象がこう変わっていくところによってこう変わってくるという状況ですね。特があるところでしょうかね。そうですね、特があるところはやっぱり、だいぶ違いです。で、先ほど VTR にもありましたけれども、はい、中国の習近平国家主席は1月21日に警戒すべきリスクとしてこのような発言をしました。黒い白鳥だと黒鳥だと思うんですけど、でも黒い白鳥だけではなく、灰色のサイも防がなければならない。この黒い白鳥と灰色のサイとは何なのでしょうか。水原さんからです。はい。黒い白鳥は、白鳥はすべて白いから白鳥と信じられていた中、オーストラリアで黒い白鳥が発見されたことにより、鳥類学者の常識が大きく崩れることになった出来事から名付けられました。リーマンショックのようにめったに起こらないけれども、一旦発生すれば極めて大きな影響を及ぼす問題を指しています。一方、灰色のサイは、2013年1月に世界経済フォーラム、通称ダボス会議で、アメリカの政策アナリストであるミシェル・ウッカー氏が提起したもので、明らかに存在しているのに見過ごされる潜在的なリスクを意味しています。一旦暴走し始めるとストップがかからず、不況などを引き起こすとされています。どちらもマーケット用語だと思うんですけれども、はい、最初の黒い白鳥、ブラックスワンセオリーですね、理論のところでいうと、はい、バブル崩壊やリーマンショックのようなものという話だったんですけど、はい、中国のその懸念というのはどういうふうになっているんでしょうか。そうですね、個人的には株だいぶ高かった時はもう昔にあったんで、そのところではバブルは少し破裂はしているのかなと思うんですが、基本的には爆買いの国なんで、いろんな投資でちょっとこうキャピタルゲインが得られそうなものにちょっとお金が集まるかなと。なんかニンニクバブルとか、ニンニクをこう買い占めて、ニンニクの価格上昇を狙ったなんて話もちょっと昔にあったりとか、あとは身近な例では不動産ですよね。で、不動産も今価格は北京、上海ではコントロールされていて、ほぼ売買ができないっていう話でしたので、バブルが
こうすぐに何かのバブルが弾けるっていう感じではおそらくないんではないかと思います、うん。習主席は廃炉の際への警戒を呼びかけたわけですけれども、中国経済の現状は今どうなっているのか、水原さんからそれも伝えてもらいます。はい、先月21日中国の国家統計局が発表した去年の実質 GDP 成長率は年率換算で 6.6% でした。政府目標の 6.5% 前後は超えたものの、2017年の 6.8% からは減速しています。この結果をどうご覧になりますか？そうですね、これは、過去その2010年の 12.2%、 ここからずっとこの 6.6% というところまで来ると、少なくともこの期間加速はまずはしていないと、で去年も加速するシーンはなかったというのがまず1点、それとあとその方向性ですね、やはり横ばいからもうやや下向きということで、ちょっとこう心配はされるんですけれども、一応数字としては危機的な数字ではまだないかなと、でむしろその経済の肌感覚とか、実体経済の動向というのがおそらく我々もう少しこう深入りして知っていかなきゃいけないところかなと思っております。とはいえですね、ちょっと読みにもありましたけれども、去年度11月11日、独身の日、アリババだけで、3.5 兆円の売り上げということで、今回の春節も盛り上がっているということなので、実体経済そんなに影響あるんですかね、肌感覚としては。そうですね、独身の日はだいぶ前からこう言われていたんですけど、どうしてもなんかこうそこに集中してしまっていて、食事我慢してずっとお腹空かせて、その時にガッとこう食べているようなやっぱりイメージで、やはりこう持続的にっていうのであれば、もう少し分散して消費が行われるのが理想的かなとは思います。でこちらご覧いただいても、小売売上高もやっぱり前年同月でこう一桁の伸びにとどまってますし、こちらですか？はい、そうですね、商業用不動産 の販売というのも、一時期よりか、かなりか上位激しくて、で一時期よりかは、戻してはいるんですけれども、そうですね、一桁台、こちらの数字ですね、一桁台にとどまっているということなので、以前のようなこう前のめりです、こう活気があるという状況ではちょっとないような気がします。そんな中でやっぱり習近平政権は勢いをつけるためだとは思うんですけれども、最近なんかの金融緩和や大規模な減税ですよね、あとインフラ投資なんかの上積みとか、そういうニュースがどんどん入ってきているので、そういう景気下支え策という面ではなんか効果は出るんでしょうか、ね、そうですね、過去、2016年以降ずっとこう財政支出してきて、でそれが GDP 比で 3% ぐらいあるので、それがこう支えているという位置づけでは少しこうかさ上げされているというのと、あとは、財政なので、お金続くのかというのがやはり我々としては一番心配しているところですかね、今前段でおっしゃったことが GDP の 6.6 という数字が果たして本当の実態なのかということが言われているゆえんですよね。やっぱり 3% ぐらいこうかさ上げされているのであれば、実力というのはもしかしたらもうちょっと下なのかもしれないですし、長期的なその中国経済 その実力というのはやっぱり我々もう全然まだ分からないので、そこをこう見極めるのがかなり大切な時間帯にはなっているかなと思います。ということで今日は掘り下げてまいります。で先ほどお話にも出ました潜在的リスクの廃炉の際、具体的には何を指すのか、本間さんに、今日はですねキーワードを挙げていただきました。3党いますね今日はね、3党で収まらないんですよね本当は、中国のリスクがね、会う人に聞くと廃炉の際ばっかりで、どれが一番大きいのかというのはちょっと悩むところですね。なるほど、今日は同じサイズで参りましょうか、よろしいですかそれで、では3党中の1党目こちらになります。前に出てきてます生産の急減速、これは何を意味しますか、どういう意味合いなんですか。固定資産投資や工業生産、やっぱり減速したままずっとこう横ばいの状態が続いているというのがまず一つ挙げられます。この辺ですか。そうですね、今、一桁でずっとこう、横ばいだったらいいんですが、固定資産投資なんかはちょっとずっとね、かなりこう落ちてきていて、伸び率がこう弱まっているというところがやはり心配されます。で去年は米中摩擦の影響で経営者の前にやっぱり訴えかけるものがあって、投資がちょっと減速している部分もあるかなと、あとは、2年前
2年から3年前ぐらいですかね、本当はこう半導体向け、例えばスマホとか携帯電話ってもうその時点で、ピークアウトするんじゃないかって言われたんですが、はい、それがこう思ったより長く持って、うん、でそれがあの生産活動に非常にこうポジティブに寄与したわけです、うん、でその時点で私がそうです現地で聞いたのはやっぱり安川電機さんとかファナックさんとかの評価がやはり高くて、はい、でその後こう株価が上がったんですが、やっぱり昨年の前半ぐらいからこう下がってきたというところは、まあ、ちょっとこうピークアウトっていうのが、まあ、実際の企業、目先の利益にこう、疑問がこうついてきたということではないかと思います。実際に今日の決算のニュースも三菱電機、はい、産業用パワー半導体などの電子デバイス部門で中国向けの需要が減少しているということで下方修正、そうですね、影響も出てきてますね。そうですね、日本企業はやはり半導体にこう依存していたところが多かったので、うんうん、依存していた、いや高く評価されていたって言った方がいいですかね、はい、うん、そちらの方が多かったので、だから数量が減ってくると、うん、その影響は株価にも収益にも出てくるということになるかと思います。ただ一方で日本電産の先だっての決算の際に、はい、ね、記者会見で社長がもうまさに逆に 今海を出しておけば、はい、米中がこれでまあ改善するかどうか分かりませんけど、はい、少なくとも少しね、はい、解消されれば、そうですね、摩擦が、はい、日本への打撃というのをまた解消されるのではないかという見方ですよね。そうですね、まあ、今回 その貿易摩擦の大きい問題としては、その構造的なその世の中の経済の構造がこう変わってしまうようなインパクトがあるというのと、あとはちょうどこうネガティブに入ってくるところは、その良かった時の反動で今こうちょうど循環的にこう弱いところに来てしまっていて、これがちょうど今ダブって世の中に出ているというところが不安をこう呼んでしまうような状況なんだと思います。なるほど、では2投目に参ります、はい、本間さんが考える廃炉の際2投目です、はい、車が売れない、はい、これは中国で、そうですね、はい、はい、これ一応移動平均でとって少し分かりやすいようにしてる、分かりやすいようにしている部分もあるんですけれども、はい、どう見ればよろしいでしょうね。そうですね、赤い線と青い線、まずこの線ですか、そうですね、はい、まずこちら例えば赤い線ですと、はい、乗用車の、販売台数、前年同月比なんですが、もうすでにマイナスに、こちらですね、右軸の方で、もう前年比でマイナスにこう落ちてきているような状況なんですね、うんうんうん、はい、で実際のビジネスに使うような商用車の伸び率というのもやっぱりちょっと止まっていて、 あまりこう自動車が売れているという状況では今はないようです、うん、でこれがマーケットが飽和してしまったということになってしまうと、しばらく上向いて、例えば年間で3000万台を超えるような販売台数になるというのはちょっと期待しにくいかなと。このまま横ばいになって買い替え需要というのが世の中出てくる可能性というのは十分に認識しておかなければいけないかなと、でそうなった段階で、まあ、台数を売ることで利益が得られないので、いかにこうメンテナンスとか、まあ、アフターマーケットと言われる、自動車にどれだけこう長く関与してもらって、そこから上がってくる付加価値サービスですね、そこからまあ収益を上げていくかとか、あとそこは大きいですよね。そうですね、はい、そちらの方向にこう変わっていくと、中国でのその自動車事業の展開というのは少し変わってくる可能性があると。一方、まあ、こういう状況を見てか、まあ、政府も、はい、新車を購入する際ということで、はい、まあ、税金を引き下げるといったような対策を打ち出しているんですが、はい、 そうですね、それでもやっぱりちょっと、そうですね、手こ入れにはなる、はい、15年の時も、まあ、ちょっと落ち込んで、うん、で16年17年手こ入れして、うん、で、どこですか、ちょっとどこ見ればいいのか、ちょっとこの16年、手こ減税して17年も減税したんですけども、ここで重要の先食いをしてしまったような形で今現在ちょっと落ち込んでる、売れた時ですね、はい、売れた時ですね、はいはいはい、でここでこうちょっと下がってしまっていて、うん、もう一度減税ってなってしまうと、うん、果たしてそれをこう許容できる社会なのかどうかっていうのがやっぱり一つ考えなきゃいけないところで、例えば交通渋滞が激しくて、うん、未だに北京や上海だとナンバー規制があったりとかするので、はい、そうすると普通に単純に車が売れていく社会ではちょっとなくなってきている可能性も少しあるかなと。むしろ質にこう変わってきて、先ほど申し上げたアフターマーケット、うん、あとは EV とかですね、うん、そちらの方向にやっぱりシフトしていくんじゃないかなと思います、うん、中国国内でも相当いろいろと開発研究しておられるみたいですね。はい、そうですね、はい、では中国の廃炉の際3投目です。
輸出は実質マイナス2という内容なんですね。下の方を見ていただければ、3番目は輸出は実質マイナス2とありましたが、輸出にも中国は問題ある。そうですね、そうはちょっと考えたくないんですが、はい、はい、出ますか、はい、データグラフ、はい、出ました、はい、こちらGDP の、成長率をですね、その固定資本形成、投資ですね、それと消費、あとは輸出で項目別に分けたものなんです。例えば2014年ですと、GDP 8% ぐらい成長していたんですが、投資が 4%、 消費が 4% ということで、だいたい半々ぐらいになっていたわけです、はい、それが今ちょっとこう変わってきて、消費がだいたい6割ぐらいで、総資本形成が2割ぐらいなんですが、18年を見ると純輸出がずっとこうマイナスになってるんですね。で、純輸出がマイナスになってるですが、今世の中で話題になっているのは対米だけではなくて中国の貿易黒字が問題になっているわけです。この輸出が成長に全く寄与してなくて、むしろマイナスになっているというのは、一応これ発表されたベースで作っているんですが、これは本当なのかどうかというのがやはりちょっと心配になるところです。そうですよね、でもしこれが本当のこと で米中で貿易、黒字、中国の貿易黒字がなくなったとすると、もっと下に向いてしまうことになります。そうなると、世界景気、減速ということになりますし、日本への影響というのもちょっとそうですね、なのでこの数字が本当に統計局が発表しているこのコメントというのが本当にそうなのかというのの検証がやっぱり必要になってくるというのと、あとはこの米中で問題が解決して貿易収支が何年かかけて、バランスしました。でもその中国が輸入先を変えただけでそれが成立してしまうと、他の国に逆にこう影響が、日本も含めて他の国に影響が出てしまうということが、今回の問題の大きな論点の一つになってくるかなと思っています。ですので、ここの純輸出のマイナスっていうのはちょっと気にして見ておかなければいかないかなと。米中貿易摩擦がそもそも勃発する前から、はい、その予兆があるような感じですよね、これだと。そうですね、輸出にちょっとこう問題があったりあったということなんですかね。で、16年もそうですね、この頃はどちらかというと過剰生産設備があって、この辺ですね、はい、作ったものを採算をこう度外視して輸出していた部分もやっぱりあったわけですね。で、17年はそれがこう改善されてきたわけですが、18年、やっぱり通年で見るとこういう形になっているというのは、少し、中国の中で一体何が起こっているのかというのは、もう少し研究が必要ですし、政府の方にも、分かっているんだったらぜひ教えてもらいたいなというのが、私たちの、希望というか、望みでもあります。でもアメリカに対する中国の対米貿易黒字というのは、アメリカサイドもその数字を全部掌握しているわけですから、それは実際にある数字なわけですよね。それが身になっているかどうかというのは、中国のものの見方で、数字が間違っていて本当プラスなんだっていうことであれば、それはそれで我々も納得がいくんですけども、なかなかでも中国みたいなところがあえて悪い方に間違えるというのはなんかない気があまりするんですけどね。そうですね、さて、その米中なんですけれどもね、アメリカと中国の貿易協議が今月下旬と先ほどありましたけれども、習近平氏とトランプ氏のトップ会談が予定されています、本間さんはどういうふうに見ていらっしゃいますか。そうですね、今回貿易収支 そのバランスっていうことだけが目的だったら、それで話は終わるかなと、ただ技術派遣だったりとか、その派遣の問題が出てきてしまうと、昔のようにはちょっと戻れないということで、てかそれが根底だとも言われてますよね。そうですね、それが、根底で、これはおそらくトランプさん の一存だけではなくて、もうちょっと大きいアメリカ政府巻き込んだ話だと思ってます、どうですか。とはいえやっぱ習近平国家主席も今年建国70周年ということで、なんとなくやっぱ対外的にも景気悪いぞという感じは見せたくないという気持ちが
あると思うんですけど、いやそれはもう みんなトランプさんもそうだと思います、はい、大統領選控えてますしね、はい、大統領選、はい、この夏からも本格的に始まると思うので、うん、あまりこう弱いところは見せられないかなとは思うんですが、変に妥協するとそれが逆に例えば中国だったら保守派の、攻撃材料になってしまったりとか、アメリカだったら、民主党だったり共和党の反アンチトランプの人たち の攻撃材料になったりするので、安易に妥協するということもなかなか難しいということになるんじゃないでしょうか、うん、ですから先週出た雇用統計の結果だけ見ると、はいはい、アメリカ国内だけで考えれば景気はいいように見えても、そうです、ね、世界での覇権ということでいうと本当にアメリカ危ういですよね。そうですね、しかもこれから何十年も続きそうな話なので、はい、注目が必要だと思います、はい、また中国これから注視していきたいと思います、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。